大根ですし、ねぶりですよ、食べてみたけど、うん、久しぶりです。なんかね、しっくり抜けちゃって、本当にサクサクして美味しいのね。レモン汁を、苦味がなくて、皮の香りがあって、これハッピー。最近のね、本当にいろんな活動させていただいて、 前も2200年って言いましたね、確か伺えて、ああいうベーキーさんに優しい方で、お嬉しいですね。ちょっと最近はちょっと咳込んで喘息になっちゃって大変なんですけど、皆さん笑顔でハッピーになります。会うべき糸に出会えたことを人は幸せと呼びます。 中島みゆきさんの意図っていうことありますけど、本当にそうだと思います。1年ぶりです。これが、この人の高さに使える修行の師、レモン汁に合わせる、普通の幸せ、こうっていうね、幸せ、幸せっていうのは、うん、これにもあるんだよっていうところですね。うん、ありがとうございます。 会うべき彼に出会えたことも私は幸せと呼びます。